マリア・カロリーナ・フォン・エスター・ライヒは、神聖ローマ皇帝フランツ一世と、皇后マリア・テレジアの間の、第三次、三女。父が、定位につく前に溶接した。全名は、マリア・カロリーナ・エルネスティーナ・アントニア・ヨハンナ・ヨゼファ。両親の間にはすでに二人の女子が生まれており、三人目の子供には、四次となる男子が強く期待されていたため、女子の誕生は、両親や、 周囲の人々から非常に落胆された。母、マリア・テレジアは、娘が生まれたその日の夜には洗礼を受けさせ、さっさと名前を決めてしまった。一歳の誕生日を迎えて間もない1741年1月24日、突然に病気にかかって、痙攣に苦しみ、翌日には死去した。死因は引きつけとされたが、現在ではテタニーだったと考えられている。 検視も行われたが、遺体には特に病床は見当たらなかった。意外は、カプツィーナー納骨堂内のマリア・テレチア納骨堂に安置された。なお、両親は後に生まれた二人の娘に、同じマリア・カロリーナの名前を与えている。1748年に生まれた第十子は、生後すぐに亡くなった。1752年に生まれた第十三子は、ナポリオ・フェルディナンド四世に課した。 マリア・テレジア・ウント・イール・キンダー・テイユさん、マリア・カロリーネ・ウント・ダイ・フレイゼン・アウフ・インペリアル、オーストリア、アット、ハット・マリア・テレッシング・リフト・アウフ・ケイザー・グリフト、アット、ハット・リスト・デ・アイン・ウィン・ベイナス・ネストン、ミッドグリーダー・デ・ハウゼス・ハプスバーグ。ありがとうございます。